島に来て8日目です。今日も天気は晴れです。です。そして見てください。綺麗な花壇を見つけました。綺麗。なんか癒されるね。はじめちゃんと話したんですけど、私たちちょっと余裕がなかったなと思いました。焦ってもしょうがない。そうだよね。もう少し心にゆとりを持つことを意識していきたいと思います。余裕、余裕、ゆとり、ゆとり、和やか、和やか。はい、心を落ち着かせたところで、今日はまだ行ってないところを回ってみたいと思います。おも、はじめちゃんってさ、結婚願望あるの？え、なんで？いや、こんなに面白い人だからさ、どんな人と一緒になるのかなって。あんまり考えたことなかった。チルチルは？そりゃいつかは結婚したいけど、私漫画が好きでね、漫画のキャラクターにばっかり恋しちゃうから、ちゃんと結婚できるか不安なんだ。チルチルらしいね。え、そう？あと弟いるせいか、私全然女子力ないし、はじめちゃんみたいになんか取り柄があるわけじゃないし、気も利かないし、こんな女を選んでくれるような人本当にいるのかなって思っちゃって、全然想像つかないんだよね。チルチルは大丈夫、そのままでいいよ。え、本当に？私こんなんだよ。うん、そのままがいい。そうかな。自販機チャレンジ。新しい自販機を見つけたので、また買えるかどうか挑戦してみたいと思います。見るからにボロボロで壊れてそうだけど、だからこそ大量に溢れ出てくるようなミラクルが起こるかもしれない。そっか、そうだね。さあ、チルチルさん、狙いは何ですか？コーラかな。天気がいいんでコーラにします。では、祈ってください。コーラさん、お願いします。どうか大量に出てきてください。それでは、自販機チャレンジスタート。あれ、どうしましたか？これ、投入口が変形しちゃってお金が入りません。残念。大量のコーラさん。コント、結婚相談所。ミョン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 。おお、おお、ミョン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 。おお、すいません、ここ結婚相談所って聞いてきたんですけど。あ、先ほどお電話いただいた千鶴さん？あ、そうです、千鶴です。ああ、ではこちらへ。今日は結婚相手を探しに来たんですか？実はもうかれこれ10年近く恋人がいない状態でして、周りの友達とかもみんな結婚していて、子供までいたりして、自分自身このまま受け身で男性と知り合う機会を待ってたら、もうこのまま一生結婚できないんじゃないかと思ってすごく焦ってるんです。今日は本当に本気でパートナー探しに取り組みたいと思ってますので、よろしくお願いします。似てねー。いや、誰に？誰のお名前もしてないですよ私。ああ、そうですか、すみません。あ、もうね、うちに来ていただいたら間違いないですから。じゃあね、もう早速あなたのタイプを聞いてきましょう。あの、好きな男性の見た目。ああ、見た目のタイプ？そうですね、
やっぱりこう目はパッチリしてて、ほうほうほう、目ががっちりしてて、いやがっちりじゃないです、嫌ですよそんなギラギラした人、パッチリですよパッチリ。はあ、じゃあ結構目鼻はパッチリしてた方がいいんですね。いや鼻はパッチリしなくていいです、鼻息荒そうで怖いです。はあ、じゃあこうしましょう、今から私が代表的な男性のタイプを2通り挙げますから、そのどちらかを選んでいただくと。おー、なるほど、わかりました、2つのうちどっちかを選ぶんですね。じゃあ行きますよ。じゃあ長い髪の男と妖怪短髪男、どっちがタイプ？長い髪の男？ロン毛とかじゃなくて、なんか言い方気持ち悪いな。あと短髪の男の人って別に普通だと思うんですけど。妖怪短髪男ってどういう妖怪なんですか？妖怪と比べたら髪の長い人ですかね。あ、長い髪の男ですか。伸ばすんですねそこは、長いって。まあ今回は結婚相手なんで、見た目よりもそれ以外の方が重要だと思うんで。ああ、じゃあもっと具体的な感じで挙げてみますよ。そうですね、そっちの方が選びやすいです。じゃあまずね、ひどく貧しそうな細マッチョと、見るからに裕福そうな超高校級の肥満。見た目はそんなに気にしないんですけど。え、超高校級の肥満なんですか？ぽっちゃりって感じじゃないんですよね。じゃあ細マッチョですかね、貧しそうでも。いやでもね、この細マッチョものすごく毛深いんですよ。全然それぐらいでしたらね、もう超高校級の。え、また超高校級？もうね、体中毛深いというか、もう毛の化身って感じですね。もう見た目、毛玉です。毛玉？本体は細マッチョなのに見た目毛玉なんですか？なので一切外界とのコミュニケーションは取れないです。そんな分厚いんですか毛玉？それだったら肥満の方の方ですかね。ああ、超高校級の肥満ね。でもね、その彼ハゲてるんですよ、 M 字に。あ、前から来る方だったんですね。むしろ W 字に残ってると言った方がいいかもしれませんね。ん？ M 字だから W 字に越し？いや、ややこしいですね。まあそれぐらいでしたら全然。超高校級の W 字残しなんですよ。また超高校級の？そもそも普通の高校級がわからないから。その方はたとえ超高校級の W 字残しでも外界とのコミュニケーションは取れるんですよね。残念ながら取れないの？なんで M 字ハゲをこじらせてコミュニケーションできなくなっちゃうんですか？っていうか、どっちもコミュニケーション取れないんだったら選べないじゃないですか。ところで千鶴さん、ご趣味は？私バレエやってるんですよ。あ、バレエ？バレエって言ったらあれでしょ？チャーチャララララ、チャーララ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 、チャララ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 ってやつでしょ？なんにもないんですか？なんか後ろで仕込んでるからなんかあるのかと思っちゃったじゃないですか。いやでも、なんで千鶴さん恋人というかパートナーできないのかな。そんなモテなくないと思うんですよね、美人さんだし。え、そうですか？ほら、あのタレントのあれに似てるって言われない？ほらほら、あの人気グループの、あのほら、アイドルの、TWICE の萩谷。誰？ TWICE の萩谷なんて聞いたことないよ。あー、違う違う違う、ほらあれ、あの最近よく出てる、橋本環奈。私橋本環奈さんに似てますか？似てるよ、橋本環奈の萩谷に。だから誰？橋本環奈さんの中にさらに萩谷が隠れてるんですか？やめてくださいよ。そんなことよりそろそろパートナーリストとか候補者を拝見できるものってないんですか？もう分かりましたよ。今うちで一番おすすめできるのはこの2人です。こちらの2人はとにかく一押しの男性です。あ、この2人ですか。2人ともお写真も素敵ですし、あ、お仕事も素晴らしいじゃないですか。じゃあどちらの男性にします？いきなり選ぶんですか？さあどうします？いやちょっと今すぐは無理ですね、私優柔不断なので。じゃあこうしましょう、じゃんけんで決めましょう。じゃんけん？
はい。どういうことですか、じゃんけんって。私が勝てばこっちの男性を選んで、あなたが勝てばこっちの男性を選ぶ。ああ、なるほど。もう強引に運命で決めてしまうって感じなんですね。まあこの際それぐらいがちょうどいいかもしれませんね。うんうん、いきますよ。じゃんけん、じゃん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 ね、なんでタイミングずらすんですか。じゃんじゃんじゃんってなってますよ。あ、いや、あの最初はね、あのグー入れましょうよ。もうそんなのいきなり合わないんだから。本当に。じゃあ最初はグーでいきますよ。最初はグー、じゃん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 、じゃあ一緒じゃないですか。じゃん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 って、もういいです、自分で決めます。じゃあこっちの人にします。おめでとうございます。すごくお似合いじゃないですか。ありがとうございます。なんか背中を押していただけた気がしました。いやー、よかった。ちなみにこの人お名前なんておっしゃるんですか。ああ、その方は西浦健一さん。西浦さんの萩谷。結局萩谷。この島ってさ、よく見ると不思議なものがいっぱいあるよね。何なんだろう。うん、だから飽きない。え、飽きない？チルチルは飽きた？いや、飽きるとか飽きないなんて考えたことなかった。新鮮だね。新鮮かな？サバイバル豆知識。無人島で綺麗な水を見つからないときは、その水にあった水をプルッするとき、不純物を取り出すことは長時間をすることで不純物をプルッするとき、フィルターを使って不純物をだから誰？チャンネル登録よろしくね。